はい、どうも、俺です。暑いね。暑いけどさ、暑いね。ということで、今日は整備動画じゃねえな、整備動画じゃない、あと整備動画じゃないけど、まあ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 、まあ、たまにはなんかあげんとなと思ってあげます。今日はね、ここに、庭のハイエースが見えねえか。庭のハイエースがあるんだけど、はい。これの、こっちでした。この、ゲタ。この、これ。これを、これね、うちで、中古で売ってたんだけど、買っていただいてね。だけど仕事で使うっていうんでね、こんだけちょっとダウンしてるとね、ちょっと仕事に支障が出るということで、この、これね、4インチだったかな ?3.5 インチだったかな、らしいんだけど、これをね、1.5 インチの下駄に、まあ、下駄って、正式名称、俺わかんないっす。まあ、下駄に変えます。はい。ちなみにね、何メーカーがついてるんだけどね、これね。一応そんな感じで、今日はこれを交換していきたいと思います。やり方ってか、いつもわからんからさ、喋れんし。どうせ喋れんし。ということで、VTR スタート。はい、ではね、早速やっていきたいと思うんですが、これね、もう納車前のね、整備に入っててね、もうこれだけなんですよ。これだけなんです。で、とりあえず、まあ、後ろ、まあ、フロントもなんだけど、本当は。後ろがね、後ろの車高が決まらないとね、フロントもどこまで上げていいかわかんないんで、まあ、とりあえず、今日の動画、まあ、フロントはやりません。フロントはやりづらいです。はい。っていうよりかは、取りづらいです。というわけで、やっていきたいと思います。もう、とりあえずね、もう上げてある順、もうタイヤも外してあって、はい。こういう風に買ってある状態で、今こうね、デフに、ジャッキがかかってある状態ですね。ここから何をしていくかっていう話なんです。まずはね、ここについてるこのアブソバーをね、このネジをね、外したる、外しちゃって、とりあえずフリーにさせる。から、ここにあるね、Uボルト。これとか、これね、Uボルト。ここに下にナットがついてるんだけど、これで緩めてあげて、んで、こう、デフをちょっとこう上げてあげると、下駄が、こうね、下駄がね、取れると。要するに、これでこう締めてあるから、これがなくなることによって、これはフリーになるでしょ?方針がフリーになるから、で、ジャッキでちょちょちょって上げたると、隙間ができるし。それを取ったるみたいな。そういう工程をやります。では、ここからは早送りかな。早送りで、いきます。はい。こういう風に取れました。これね。取れました。まあ、早送りで見てもらって、どんだけわかるかわかんないですけど、
とりあえずね、これがまあ U ボルトで、これは止めてるナットね、ナットバッシャー、で、あれで最後にあのジャッキで上げて浮かしてあげて取ったみたいです。はい。でこっからねまたね、次はね、これはもうあのネットとかで売ってる普通のやつです。はい。こんだけ多分他かな。こんだけ厚みが違う。うん。これは 1.5 インチ。これがちょっと不明だけど。これで 1.5 インチだったらどうなんだろうな。3.5 とか4とかあるのかな、わかんないけど。うん。3.5?3?4?5 サイズであるみたいなんでよくわかんないですけど。まあそれぐらいかな。これが 1.5 インチです。のダウンに今からします。はい。はい。ということで、ごめんなさい。途中、お客さんが来たっていう。お客さんというかリスナーさんが来ちゃって、僕今日これ撮ってる日が誕生日で、誕生日プレゼントをねわざわざ持ってきてくれたっていうね。まあありがとうございます、ありがとうございます。ということでまあちょっと作業やります、作業やりましょう。当たるんで、3段かなんかでね、落としてあげれば OK です。はい、とりあえずね、作業終わりました。ごめん、1個言い忘れた。まだ別にこれ、ネジは切ってないけどね、これは切りしないで、まあ、最終確認は絶対してください。外したやつ、例えば、ボートやら、ナットやら、ちゃんと閉まってるかどうか、はい。手でまし締めもしてください。で、まあ、ね、やっぱ締まりなんで、やっぱりね、怖いんで、はい。自信のない方は、そういう、ね、ちゃんとしたところで、やってもらうのが一番いいかな。って思います。はい。ね、まあ、ね、知らない方は、あ、こういう風なんだっていう風に見ていただければいいですし、まあ、知ってる方は知ってる方やね。多分、僕より上手いと思うので、はい。僕より上手いと思うので、またね。あ、まあ、これ、まあ、ほんとダメだね。ネットのやつ、これダメだね。これ、なんか UFO とかさ、なんだろうな。よくわからんけど。ちなみにこれなんかいくらだっけ？まあそんなにしないかな。のかな、知らないけど俺は。まあということでね、まあ多分ネットを見てみりゃいくらってのがわかるから。まあそういう感じで、一応もともと低かったけどちょっと上げてみたよっていう動画でした。車はハイエースです。200系ハイエースでした。はい。あ、しかも、あ、プラス、リア。何度やっても喋りがうまくいかない。
まあ、暑さで届けてるってことにしててください。はい。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。